にちは、こんばんは、おはようございます、本日はですね、山梨県に向かっております、現在静岡県の御殿場をドライブしておりまして、前泊ですね、あの前回の動画を見ていただくと前泊している様子がございますので、そちらの動画をまず見ていただいたら嬉しいです。でですね、今回泊まるコテージがですね、ポツンと荘という前回泊まった木漏れ日荘と同じ系列、同じ会社さんなんですかね、がやっているコテージで、コスパがまた一緒の金額なんですよ。1人7000円で焚き火ができて、近くに川があってっていうような、夏に行きたかったんですけどね、まあ、夏は行けなかったので、そして予約もおそらく取れなかったと思うので、今回は奇跡的に予約が取れたので、どんなコテージになってるか見に行きたいと思います。そして泊まります、楽しみます。では一旦山梨県へ向かいます。デイ、見てこの霧、天気が前が見えないよ、頼むよ。もう山中湖着きました。雨降ってきましたね。今日の予報はちなみに 70% ということで、勘弁してよ、焚き火できないじゃん。今からですね、いつもの富士吉田うどんを食べに行きます。有名店、人気店の免許開店さんに行こうかと思ってるんですけど、込み次第では違うお店に行くつもりであります。免許開店さんね、今まで山梨に来た時に食べていた新宅っていうお店があるんですけど、その味をね、ずっと探し求めてて、新宅さん閉業しちゃったんですけどね、その味を探し求めてて、ツヤ、コシなど含めて一番免許開店さん近いんですよね。そしてかなり人気店なんですよ。そこがねネックなんですけど、とりあえず向かいます、楽しみ。結局ですね、免許開店さん混みすぎで入れず、もう無理ですね。あれは多分なかなか食う機会ないかもしれない、あの混みようだと。近くにあるあかり亭さんに行きました。こちらもですね、天ぷらが好きなんですよ。では行ってきます。お品物です。レストランカフェ、うまそう、天ぷらがまたいい、カリカリ。ごちそうさまでした。富士吉田うどん美味しかった。天ぷらが薄めのサクサクした感じの天ぷらを出していただけるお店があまり数少ないので、こういうお店はね助かるんですよね。天ぷら食いたいんですけど、重くてあんまりでかすぎるのもね好きじゃないんで、このサクサク天ぷらはいいですね。ではこの後買い出しに向かいます。また川口湖近辺にあるハードオフに来てしまうという贅沢な行動をしております。私最近スーパーファミコンができる機械を購入しまして、こちらでスーパーファミコンソフトであるときめきメ買ってしまいました。見てたらもう欲しいソフトだらけで止まんなくなっちゃったので、厳選してこちらの4つ買いました。いや、これやるの楽しみだ。マックスバリューさんです。改装工事してるのかな。では買い出ししてきます。今日は買い出し楽しみなんですよね。買い出し終了しました。ではポツンと荘向かいますか。道し道ですね、行きましょう。時間がまだあったのでフルーツサンドを買いに来てみました。すごくないですかこれ。今は食べずにコテージでこちらいただきます。雨が、頼む、荷物をせめて入れるまで耐えてくれ。そして焚き火を少ししたいから、焚き火を少しだけ。通し道入りましたよ。今回は前にゆっくりと走る車がいますので、ゆっくり通し道を走れそうですね。
残り10分ぐらいですね。残り10分ちょいで着きますので、まったりドライブします。なんかすごい道に来たんですけど、合ってんのかなこれ。すれ違いできないこれ。ポツンとそう着きました。ここは完全に孤立してますね。前の木漏れ日荘はなんやかんや 2,3 軒周りにあったんですけど、完全孤立っすね。さあ中入ってみますか。では建物紹介をさせていただきます。ポツンと操作すごいっす。感動しました。また前回の木漏れ日荘同様、玄関に木漏れ日荘同様に焚き火無料ですね。こちらこれだけの量、2キロ3キロある。これだけでも多分1000円から2000円分くらいありますね。で玄関入ってすぐにこれ見てください。これですぐ左手にトイレと、まあ、トイレが左側ですね。で別の部屋、部屋が一部屋あって、で見てくださいよこのリビングの広さ。で暖炉もあります。そしてキッチンを抜けるとこちらにも部屋があると。あの木漏れ日荘さんはロフトの上に1個部屋というかあるだけだったんで、こちらは2部屋あるからいいわ。団体でも来やすいです。団体というか複数人でも。でお風呂も景色が見えますね。じゃあこのままベランダ行っちゃいますか。バルコニーの方へ向かいますね。よいしょよいしょ、ちょっと歩きづらい。広いわこれ、すげえわ。低めのテーブルになってるのかな、こっちは。リビングもそうだ、低めだ。バーベキュースペースで、こちらも無料ですね。火の準備がしてあって、焚き火スペースと、そしてまた電球がこのようにありますので、これはすごい。で唯一ね、川がね、これ見えますか、あそこなんですよ。これ正直ね、川行けない。こっからどっか違う道があるんだろうな。にしてもちょっと遠いかな。川が近くにあったら圧倒的に木漏れ日、じゃない、ポツンと荘さん、こちらの方を押してましたけど、木漏れ日荘さんの場合は川すぐ近くなんで川遊びできるんですよ。まあこれ下まで行けば川遊びできますけどね。外観がこういった形ですね。すごく綺麗。いやー、ありがとうございます本当に。少しだけ、山を下れるようになってまして、下に行ってみたらまた焚き火スペース。いやー2ついいね。使うかわからないですけど、団体の時は使うのかな。それぞれでやるっていいですね。でさらにあっちに休憩スペースがあります。さらに下ってみますか。川まで行ってみますか。下まで来てみたんですけど、これ川無理かな。来た道、車で来た道を戻っていかないといけないかも。行けなくもないけど、さすがにどうしよう。あそこにあるんですよね。見えないか。無理やり行ってみてます。蜘蛛の巣がすごいからさ、木の棒を振り回していかないと。足元も危ないし、これね運動靴で。あー危ねえ、もう蜘蛛の巣。あーもうちょっとつきます。雨だからな。あ、来れましたね。来れたけど、あ、いけるか。あ、ちょっときついな。ちょっときついし、川遊びだいぶ浅いな。下ちょっと降りてみます。カメラ撮影しながら無理なんで。下まで来ました。川です。これは木漏れ日荘さんの方が川遊びは適してるかな。ここに来るまで大変すぎた。あ、せっかくなんで
入ります。10月中旬以降のカワチャップ。もうここに来るまでね、だいぶ体動かしたから冷たいけど冷たく感じないわ。浅い。あ、やっぱ綺麗だけど気持ちいい。虫がこんな感じの景色ですね。はい、カワチャップしちゃいました。ビール持ってくればよかったな。道が険しかったから持ってこれなかった。いやー、これ戻るの大変だな。やばい、戻るの大変だ。見えますかね、あそこの明かり。戻ります。これはきついわ。焚き火も始めてしまいました。またお昼からまた夜雨降る可能性が高いんで、少しでもですね焚き火は楽しんでおきたい。あったけー。では焚き火と一緒にですね昼ビールしちゃいますか。いただきます。最高、贅沢すぎる。あー、最高すぎんかこの時間。そしてですね、先ほど購入しましたこちらのフルーツサンド、いただきます。フルーツサンドって初めて食べましたけど、美味しいですね。マリトッツォっぽいな。すごいうまいんだけど、進んじゃう。今だいたい4時過ぎぐらいなんですが、だいぶ落ち着いてきましたので、この後ゆっくりするか、少し寝るかもしれないですね。で、動画もだいぶ長くなりましたので、前半戦はここで終了とさせていただいて、夜はまたバーベキュー編に分けてお送りさせていただきます。続きは概要欄 URL より後日アップロードさせていただきますので、またそちらをぜひご覧ください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。いい肉を焼いていきましょう。バンバンと。あれ、カリスマ食パン弱め前回。今日はツンドゥルも食べます。美味しそう。こちらの動画映え用に買ったお酒飲んでます。ワインかな、ブラッドオレンジとワインを。